ええ、ジャン君とポンちゃん、今、ケージの中に入っていますが、今日こそ、電気工事が終わってですね、あとはケージの中にいなくてもいいようになりますよ。今朝10時ぐらいに、アンペアの、上げ工事ですね、20から30にアップするというのが終わりました。そして、その後、今日の夕方じゃないや、お昼の2時ぐらいにね、来ますよという電話がかかりましたんで、そこからまあ1時間ぐらいで終わるでしょう。今日はね、土曜日なので生放送を、12時半から2時まで、そして2時から工事が入りますので、3時からおじさんが勝手に歌うよっていう、生放送をやります。これはまだ誰にも、言っていませんが、どうしても工事の方の都合に合わせるしかないので、そうしました。そして3時にはジャン君やポンちゃんもケージから出ることができます。すいませんね、何度もね。ジャン君ね、本当は好きじゃないんだよね、ここに入ってるのはね。ポンちゃんはいいのか、ジャン君さえいれば OK なのね。はい、ということで生放送用のカメラもこのようにセッティングされています。ジャン君、ポンちゃん。ジャン君のこと舐めてあげなくていいの？一瞬舐めようとしたけどいなくなっちゃったね。ジャン君、こちらです。はい、二人のためにこんなのが追加されましたよ。切り株クッション、そして切り株座布団。どっちが上ですか？はい、おいで。はい、ジャン君、おいで。ジャン君、ジャン君もポンちゃんもおいで。ジャン君、おいで。ポンちゃんがスリスリして、ジャン君、ジャン君、はい、ジャン君、おいで。早くジャン君とポンちゃんが遊べるように部屋を片付けなきゃね、ジャン君。部屋が片付いていません、ジャン君。まだ片付いてないの、ごめんね。エアコン設置以来、電気工事が今日やっと終わりました。ポンちゃん、ポンちゃんは下がいいの？奥ゆかしいね、ポンちゃん。ポンちゃんでもさっきこっそり乗ってたよね。ほんと。ポンちゃん。ね、ポンちゃん。はい、ジャン君、おいで。ジャン君。ジャン君呼ばれてるよ。ジャン君。ジャン君、おいで。どうしたの、偉いね、ジャン君。はい、おいで。おいで、おいで。ジャン君、おいで。どうした？あれ？乗ってみて。あいで。じゃあ、どうぞ。おや？止まってんのかい。あら、上を向いちゃった。ジャン君、よくおいでよ、ジャン君。乗ってみた？はい、ジャン君、おいで。乗ってみて。すっごい二人で。ジャン君、ほら、ポンちゃん乗ってるよ。ジャン君も乗ってみない？はい、ジャン君、ポンちゃん、いい感じの絵でした。はい、我が家の女帝です。切り株の上、ポンちゃんお似合い。お、ジャン君、ポンちゃん似合うね。ポンちゃん、ポンちゃん、もっと部屋が片付いたら森のようにしようね、いいよね。そうだね。おお、ポンちゃん。はい。ジャン君。ジャン君は高いところから見下ろしています。ジャン君。ジャン君もうね、
いろんな工事のお兄さんとかおじさんとか来ないんだよ。ということは刑事から出てずっといていいんだよ。今日はちょっと刑事に入りましたけどね。ということは刑事もうなくす？そうすると上下運動が少し減るよね。どうしようかね。それを作るにはまたお金がかかるね。悲しいね。世の中金だね。ジャン君。そうなのって顔してるよ。でもね、ニトリのね、棚っぽいやつ、あれいいんだよね。あれやりたいね。頑張るね。仕事しよう。じゃあね。